の前回のニューヨークエージシーのヤングアンの時も来ていただいた稔森田さん、今日も来ていただいていて、森田稔さん64年に渡米をされた時、これって日本でいうと東京オリンピックの、そうです、オリンピックは聞こえますか、大丈夫です、聞こえます、大丈夫です、そうです、大丈夫です、声が大きいので森田さんは武道家なので、なんだっけ、空手と柔道合わせると8段合わせてるんですよね、空手だけで、空手だけで7段なんですよね。で、東京オリンピックは見ていったんじゃないですかね。見ていきました。あ、そうなんですか、はい、じゃあ年末に行かれたの。そうですね。それはでも基本的にはデザインをニューヨークでやるために行かれたんですよね。まあ空手は目的のための手段でしたけれども、1963年と64年に、ニューヨークの世界博があって、で鎌倉先生とか田中先生が日本館の構成ですとかいろいろ言われて、はいはい、そこで日本日本武道の演舞をして、で田中先生も見られたらしいんですよね、あ、森田さんの演舞を、その頃にね、すごいです、昔の話ですけど、なんかその、あ、そういう話聞いたからすごい演舞で、なんかこう空中で足がこう直角に上に上がるみたいな、そうそう、今はそういかないですね、まあ膝くどぐらいで、その後トラフデザインも、やられて、それで、先生もやられていたんですよね、フラットをでやられていて、はい、あとはイェール大学も客員教授をされていた。客員教授って、まあ、そこまでいかなくて、ただ呼ばれたっていうだけで、それで、なんか話をしたんですか、大学院で。クリオ賞とかニューヨーク ADC とか、はい、TDC とかも数々の受賞歴130と書いてある、すごい。日本の賞ってないんですよね。あんまりもらったことない。というか出してないんじゃないですか。そうかもしれない我々はニューヨーク ADC 出しますけど、ニューヨークの方は東京 ADC 出さない。今あの TDC は結構海外からすごく、はい、作品が集まっているんですけどさすがに国籍が日本でないと時計で出さないってことはないんですよね。ティリシアでもすごいいっぱい集まってるんですよ。ティリシアはもうライトがいや、二重国籍は取ろうとは思ってるんですけど、はい、今は日本人です。今日本人です。あ、日本人ですか、はい、でも何年、結局64年に行かれたってことは、なんだ、45年ぐらいよくいらっしゃる。その頃はまだ雲をさっさしてたりっていうか想像ができないですね。州要請者だから永住権、永住権は持ってました。永住権は、何かしないと取れない。体でもらいました。体で、あ、どうやって体を動かすの、どうなのかな、その気はないか、はい、なんか空手でもらえるんだ、貢献するってことですね。そうですね、あの頃は日本外国人、外人は、アメリカに何が貢献できるかっていうことで、証明できればもらえたんですよね。やっぱりそのこうアメリカの人に空手を教えたりとかってことで貢献してるという。本当に陸軍、海兵隊、特殊警察、マフィアも FBI にみんな教えましたけど、すごいですね。森田さんと喧嘩しちゃいけない。空手を教えると、まあ、デザインの話で空手の話ばっかりでいけないですけど、空手を教えるって日本語しゃべる必要ない、英語しゃべる必要ないんですよ。ただ体を動かして真似させればいいだけなんですね。ってことは行くときは英語をできなかった。あ、向こうでじゃあ、そうですね。すごいですね。なんでニューヨークだったんですか。いや、最初、いろいろ話すのが長いですね。も
最初イタリア行ったって、それがダメで、で結局ニューヨークなんです。ああ、そう、イタリアってたら変わってたでしょうね。鉄道員っていう映画を見てね、もう絶対イタリアと思ってた。イタリアの嫁さんもらうって決めてたんですけど。ああ、そうですか。そう、嫁さんの席なんですね。はい、作品を見て、あの右上、左上のやつがプラットの大学卒業展、教えてらしたので、その、はい、あの頃毎年あのこれ写真ですけど、あの、イラストも描かれるんですよね。あの下の左のやつはこれは、もう25、6年経つんですけれども、コンピューターは全然使ってないんですよね。ああ、ガラスのハンマーだとか、はい、みんなモデルを作って、ああ、で真鍮の電球を作って、そういう感じです。ああ、ジョージ・ロイスとポール・ランドの二人とも、はい、グラス卒業生で、真ん中にあるやつも、はい、手で手作りの。あ、そうなんですか、アウトラインを、おすごいですね。飛びますけども、もう右下のやつも有名な森田さんの作品で、ガラスのあの、これ鳩ですかね。そうです。なんか日本の高校美術の教科書と、はい、それから今ブラジルのどっかの教科書で使われてるらしいんですけれども、26年前の作品ですね。あと、その左下、今回の震災のポスターとか911のポスターっていうのは何がきっかけで、いや、あのね、911のテロの時にあの作品を作って結構応募とかしなかったんですけども、応募したのは1985年から15年ぐらいかな。その後、なんか応募するのをしなくなっちゃって、でもテロの衝撃がすごかったんで、あの何か残しておきたいということで作ったもので、で今回の311の時もちょうど日本にいたんで、すごい地震の揺れも感じたし、東京で、か熱海だった、熱海で、はい、でそこで揺れを感じて、テレビ見るたび涙涙でね、なんか残しておきたいと思って、でこれをアメリカでやったオペレーション友達っていうのは、あれに自分も何かできない、アメリカの友達だとか家族は帰ってこい帰ってこいって言うんですけれども、何かできることがあるんじゃないかと思って、これをこれだとか、ニューヨークのニューヨークエイジアウトデルタルクラブの日本人会員の人たちに呼びかけて、2人からロゴを作って、T シャツでも、帽子でも、そういうものを作って、世界にありがとうっていう感謝の意を、はい、もうなでしこジャパンだったらすごいでしょうけど、それの、まあ、6分の1でもできたらと思って、はいはい、今日の T シャツ着てる女性の方もいますけど、まあ、結構向こうでね、シレストロン関係だとか、自動関係だとか、友達だとか、帽子とか偵察して、サンキューワールドっていうメッセージを作って、やってるところもあるので、少しは役に立てたかなとは思ってます。素晴らしいなと。あの、上のセンターのやつも、これ可愛いなと思っていて、これ自身でこう写真を撮りためたものですか、ニューヨークの場合ですか。いや、これはね、365日、1から365あるんですけども、はいはいはい、あ、そうです、カレンダーで、ニューヨークの住所を取り集めて、これは森田さんが取られてる、いや、あの生徒に来て、あ、なるほどね、あ、それ集めて、はい、で何千枚あったのを365を集めて、これ大きなポスターなんですけど、面白いですね。でもとにかく実用性を無視したところからスタートしてるんで、10年後ぐらいになっても欲しいっていうのが言いましたけど、ああ、素晴らしいですね。はい、で、こんなこと話したらもうすでに40分経ってしまいまして、はい、次に
じゃあその本来のテーマであるニューヨークデザインの巨匠たちというテーマなんですけども、まあ、どの辺がそのニューヨークデザインのこうピークなのかなと、ちょっと事前にお三方にお話をお伺いしていたんですけども、多分1970年前後ではないかというような話になってきたんですね。まあ、その辺を中心に、いろんなニューヨークで活躍するしていたというか、デザイナーの方の話に進めていきたいなと思います。でその前に、まあ、これ見ると上が日本で下がアメリカになっていて、これ適当に作ったので必要なものが入ってない可能性もあるんですけども、日本でいうと、64年が東京オリンピックなんですよね。ヘロンパンチがその時にできたんですね。なんて思ったんですけども、66年にビートルズが来日して、というような感じですね。その最後69年にサイレンサー活動開始と書いてあるんですけども、 K2 が設立した年とこうラップしていて、でちょうどそのこれヤングガンなので、サイレンサーってやっぱ、消音銃みたいなもんなんですけども、それを立ち上げる浅野さんもこの時に一緒ですよね。日本の、若きデザイナーたちがこう何かそのこう集まって何かしようと、でこれは実はサンドイッチサイレンサー、右がサンドイッチサイレンサーって本なんですね。サイレンサーの人たちの作品を集めた本で、左は実は2008年に六本木での夢の形というスペースがあるんですが、そこでちょっとした展覧会をやった時の案内でメンバーがよくわかるんじゃないかと思って、つけていたものなんですね。浅田さん、どういう意図でこのサイレンサーを発足したんですか？最初に長友さんと青尾さんたちが、ベールギャラリーって言ってたんですね。はいはい、個展をしないでメールでもって個展をしようというね。そうですね、送るメールって今のメールと違いますよね。郵便があるからね。やっていて、もう一度こう考えたらいいっていうので、サイレンサーちょうどみんな29歳で3時の壁が厚くて、一人じゃ来れないよね、怖くて、じゃあなんか作ろうって、最初ね、スピーカーとかね、いろいろネーミングがあったんだけど、サイレンサー壊そうでいいんじゃないか。壊そうですね、ゴルゴみたいですね。他になんかタイトルの案とかあったんですか？スピーカーってちょっと弱そうですね。よくしゃべる。そしたら、青葉さんを見て、秋山さんがそういう。じゃあ私を見て、サイレントだったんですよ。すみません。いや、これ、ちょうどね、2000日がね、まあ、いわゆる若手のメンバーが、2000人もそろそろ行き詰まってるぞと、で、なんか我々で何かやろうというような機運もあったわけ。その時にちょうど、まあ、学生運動で、まあ、店がなくなるんだけども、それと同じ変更しながら、こういう方ができ始めた。その時に、その先ほど話があったメールギャラリー、店のメンバーだけじゃない、もっとインテリアとか、浜さんとか、そうですよね、これ見ると、写真家の人とか、写真家、編集者、それも、まあ、丸三角四角、インターダイレクションしながら、それでみんな話しかけて、こういうことをやろうと。メールギャラリー自体は、何か展覧会をやられたの？郵便がギャラリーやから、送りつける何でも、で、これができたんで、出演証明したんで、それはそれなりに成果があって、結構、評価を得たんで。僕らが学生の頃だから、このサンドイッチサイレンサーっていう本ができたのが74年ぐらいですかね。そうそうです。なので、こうバイブルのようにかっこいいなってこう見た記憶がありますけども、当時としてはやっぱりもう70年にその日戦日が解体されるんですよね。
だからその後そういう団体は、まあ、ABC はあったんでしょうけども、あんまりなかった。10年間ぐらいなかったんですよね。なかったんですよね。だから新しい新人が出てくるから、永遠に我々は新人だって素晴らしい。言われていたんですよね。今のね、このヤングガンみたいなのがあったら、ちょうどそういう世代ですよね。いろんなそのジャンルの人が関わっていたってことでいうと、あの東京デザイナースペースが割と近いのかなと思ったんですけども、あれもなんかいろんな方がファッションから含めて関わってた。そうですね、でもなんかちょっと違いますよね、なんかあれを水多くなるとまだね、それと自由な民意の結束が固かったからね、そういうことは固いと結局2人の2人が多かった。飲んでる2人飲むために集まってる。この本できたって、この本できたってありがたいことなんだけど、印税は全部バーを作るようにバー作ったって楽しかったんですよ。バー結局は1年たれて売り上げも積み上げなくなるんだけど、そこはそうだろうね。サイレンさんの年齢が何だですか、それ全然忘れんだけどさ、他の場合に行っちゃった。サイレンさんね、あれもごめん、みんななんかこう見てるとテレビさんっぽいじゃないですか、よく喋るけど嫌なんですね。俺はね、お花の雑誌にね、連載してたんですよ。え、そうなんですか。12回ね、それを集めて